ボーサバドゥ東海のリョンの個人チャンネル、ブラボーリョンのボーサバドゥチャンネルへようこそ。本日は時計紹介。はい、先週はねヒカキンさんがやってしまいましたね。日本で1億円を超える時計を買うという動画、とんでもねえ、本当にかっこいい。その話はね、関係あると見せかけて全く関係ないんですけど、ヒカキンさんやね、本当に時計好きの方たちと比べたらもう全くの超にわかで、全然時計も詳しくないんですけど、まあ僕もね、時計は普通に好きなんですよ。やっぱ最初はいい時計って、その社会的にね、ある程度活躍してる人だけが許されるものみたいなイメージがあって、まあそこから憧れを持ったんですけど、実際ね、買ってつけてみるといいんですよね、時計って。よく使われる言葉なんですけど、もうロマンの塊ですね、本当に。だってまずこれ腕時計って、これ電池じゃないんですよ。電池じゃなくて動いてるんですよ。たくさんのね、職人さんたちがね、長い長い年月をもう数百年もかけて培ってきた技術の結晶がこの工芸品なわけですよ。そんなんもうワクワクするじゃないですか。で、そんなね、こいつがもうこの人生28年しか生きてないような若造とね、人生を共にしてくれるんですよ。一生ですよ、一生。でもさらにはね、この僕の一人の人生の一生だけに収まらず、他の人のね、パートナーになる可能性も秘めてるわけですよ、これは。僕の息子だったり孫だったりね。そんなものは多分腕時計だけなんじゃないかなって思うんですよ。だけは言い過ぎかもしれないですけど、まあでもなかなかないじゃないですか、そんなものって。でもとにかく腕時計って超いいんですよ。なのでまあ今日はね、僕が持ってる腕時計、まあ4つしかないんですけども、それをね、紹介していこうかなと思います。それでは行きましょう。はい、じゃあまあ値段が安い順に行きましょうか。まずこちら、いやアップルウォッチがあるな、ま、でもアップルウォッチあるんですけど、あれって腕時計って言われたらなんか、まあ、概念が違う気がするんですよね。スマートウォッチっていうし、一番便利で言えばもうアップルウォッチなんですけど、まああれがロマンあるかって言われたら僕にはあんまり感じないんで、まああれはあれですごくいいものなんですけど、まあ、今回はまあ置いといて、まあ一番最初こちら、オメガのシーマスターでございます。これはね、もう思い出がすごいですね。単純に僕が人生で一番つけてる時計がこのオメガのシーマスターになりますね。これは二十歳の時に父親に買ってもらいました。まああんまり僕買い与えられるものがそんな多くなかったんですけど、これはもう二十歳の時に自分からちょっと腕時計買ってよ二十歳の記念にって言って父親に頼んだら、まあ珍しくって言ったらあれか、まあでも珍しいんですよ、父親が高いものをね僕に買ってくれるのって。まあ珍しくね、この腕時計をよしじゃ買ってやろうって買ってくれたものなんですけど、いや本当にいいですね。これが僕の初めての機械式時計で、まあ腕時計ってそうですね、機械式時計以外にもクォーツって言ってその電池で動く時計あるんですけど、まあ、それはもちろんその10代でも持ってました。そのあれですよね、ディーゼルとかエンポリオアルマーニとか、あの辺をね僕も使ってました。でまあ二十歳大人になったということで時計欲しいなって頼んで、まあ一番最初の時計がこちらになります。ちょっとこっちに大きく映せるようにずれておきましょうかね。ということでね、まあオメガシーマスターなんですけども、これはねもう20から25、5年間ぐらいもずっとつけてた時計で、まあこれと一緒にね、もう本当にいろんなとこを旅しましたよ。いろんな国に行きましたし、いろんなイベントのステージもね、まあこいつと一緒に上がらせていただきました。まあ、なのでね、本当にこいつと一緒にいる時間が本当に長いんで、こいつはもう一生手放せない思い出の品物になりますね。値段がねちょっとわかんないんで、ちょっと値段調べながらやりますか。値段が多分30万前後だった気がするんですけど、これダイバーズウォッチなんですよね。海に入れるよっていう、はい、公式ホームページに来たんですけども、もう僕が持ってるこのサイズはちょっと今はもうなくなってるみたいですね。これが多分 36.25mm、 まあ 36mm 前後だったと思うんですけど、今売ってるのはもう 41mm しかなくて、まあ、こっちが 41mm の方がスタンダードですね。でこれはまあ品番が2220-8000で、値段が今38万5千円になってますね。うん、これ思ったより高いですね。でも多分僕が買ってもらった時は30万前後、まあサイズも小さいしもっと安かったと思うんで、まあ値段がちょっとだけ上がってるのかな。多分僕はこれ30万前後で買ってもらったのかなと思います。1948年に誕生したオメガを代表するダイバーズモデル、その耐久性に優れた性能の高さと実用性に優れた信頼の高さで業界でも常にトップに君臨してますので、でまあそのシーマスターのダイバー300っていうのかな、まあ定番ですね、定番の時計になっております。これはシンプルでね、本当に愛用してました。この300ってのは 300m 潜れるよってことですけど、まあ海でね実際にね時計をつけたことはありませんけど、もうなんか使ってもいい気もしてきましたね。海で機会があればね使ってみたいかなと思います。はい、ということでオメガのシーマスターでございました。続いてはこちら、じゃじゃん、ロレックスサブマリーナデイトでございます。
これはみんな見たことあるんじゃないでしょうかね。もうみんな持ってる。みんな持ってるってあれか。みんな持ってるわけじゃないですけど、みんなよく見たことがあるロレックスの時計なんじゃないでしょうかね。もうロレックスはまずもう聞いたことある人が多いと思うんですけど、もうド定番中のド定番の高級時計のブランドですね。その中でも、まあ、定番の一つのサブマリーナデイト。これはね、もう本当にシンプルで、使いやすくて、もうバンバン使ってますね。買ったのは確か26歳の頃かなに買ったんですけど、オメガの後に1個、もう1個高いの買ったんですけど、もうそれがね、ちょっと、ところ構わず使うってタイプの時計でもなかったんで、シーマスターちょっとあれじゃないですか、小さいじゃないですか。で、なんか使い勝手いい、ちょうどいいやつないのかなって考えて、まあ、ド定番のやつ買っとくかと思って買ったのがこちらなんですけど、まあ、ド定番なんですけど、やっぱいいですね。サブマリーナデイト。結構高級時計買いたいなって人はここを目指す人多いと思うんですけど、なかなかね、これ、値段じゃなくてね、見つからないというか、手に入りにくいんですよ。人気すぎて。結構みんな欲しがる時計なんで、僕もね、ちょっと定価より高い値段で新品を買ったんですけど、確か120万ぐらいで。買ったんですけど、それでもね、多分結構安く買えてる方というか、定価で買うにはもうまず本当に何ヶ月もロレックスに通い続けて、サブマリーナデートないですかっていうのをもう続けないと多分いけないと思うんですけど、そんな時間もまあ僕にはないんで、まあいいタイミングでね、出会うことができたので、こちらのね、サブマリーナデート買わせていただきました。ちなみに定価は見ておきますか。定価は、おそらくですね。これ、更新されてるサイトなのかな?もうおそらく、定価は、94万3800円になってますね。はい、ということで、まあ僕は、多分25万ぐらい余分に払って買ったんですけど、これがね、損してると思う人もね、いるかもしれないんですけど、全然そんなことなくてですね。まあ現在のね、相場を、じゃあ、価格 .com さんでね、調べさせていただきますけど、これが、新品の最安値で、最安値ですよ。新品の最安値で、今もう157万9850円になってますね。上がりすぎ。本当にね、数年でどんどん時計って価値が上がっていくんですよね。ここ最近は。中古の最安値もまあ127万9850円なんで、まあ時計そのものの価値はね、もうどんどん上がっているということになりますね。もうなんかで僕言ったことあるんですけど、時計はタダって言ったことあるじゃないですか。そういうことなんですよ。時計って買って持っておく分には、ただなんですよ。ただというか、勝手に値段上がるんで、むしろプラスなんですよ。投資でしかないというか。まあ、ただ、時計は使ったらもう傷がつくじゃないですか。だから使うのにはお金かかるよっていう話ですね。使って傷ついていくたびに、まあ、価値は下がっていくんですけど、買って持っておく分にはただなんですよね。なのでね、腕時計はね、欲しいなって思う人とかね、興味があるなって思う人は結構気合い入れて買っちゃってもね、意外と損しないというか、いいんじゃないかなと思います。時計の説明をちょっとまあ一応見ておきますか。じゃあ、ロレックスの公式ホームページのこの、サブマリーナデイトのページの一番上に書いてある文言をそのまま読みますね。オイスタースチールのオイスターパーペチュアルサブマリーナデイトは、ブラックセラミック製セラクロムベゼルインサートベゼルとルミネッセンスを施した大きなアーバーマーカーのブラックダイヤルを備えるって書いてありますね。そうなんですよ。わけがわかんないんですよね。こういうのも全く知らないんで、僕は本当に超にわかなんですけど、本当に何言ってるかわかんないですよね。噛まずに言うのも難しい。これが一番上に堂々と書いてあるんですけど、これ見て、おぉ、さすがだなってなる人いるんですかね。とんでもないですね。まあ、これはね、1953年に発表されたオリジナルモデルの特徴を忠実に継承している、まあ、象徴的なね、時計だそうです。もうロレックスといえばこれとね、デイトナっていう時計があるんですけど、これよりもまあ100万ぐらい高いのかな?もっと高いかな?今は。まあそれ利光が持ってるんですけど、まあその2つがね、大王道みたいな感じですかね。あ、ヒカキンさんが買ったのは、ヒカキンさんは何を買ったんだっけ?そうですね、ヒカキンさんが買ったのもその利光が持ってる大王道のデイトナのもう一番格が上というか、もうダイヤもバーンって散りばめられた、すっげえやつですね。時計もね、もう無限にブランドがあって、無限にその種類があるんで、網羅するとかはもう多分不可能だと思うんですけど、まあ、その中でもね、めちゃくちゃ価値のある貴重な腕時計を、ヒカキンさんは2つも同時に買って、しかも、もうその日にね、丸尾とモフコにね、遊ばせるみたいな。活かしすぎでしょ。面白すぎる。ということで、ロレックスサブマリーナデイトでした。次は、どっちにしようかな。こっちに行きますか。じゃじゃん!はい、パテックフィリップアクアノートでございます。これはね、最高なんですよ。もう全部最高って言ってるんですけど、これはもう一番最近に僕が買った時計、多分27とかかなに買った時計なんですけど、もう買ってからはもう一番使ってる時計ですね。プライベートではね。いやもう、どの格好に合わせても決まる、締まる、かっこいいですよね。パテックフィリップって聞いたことあるのかな?あるとあってほしいけど、パテックフィリップっていうのはもう時計のナンバーワンですね。もう高級時計界のナンバーワンです。ちょっともう本当に半端じゃないぐらい歴史のある時計ブランドなんですけど、まあそちらのね、この見てわかるようにラバーなんですけど、ちょっとスポーティーな時計になっております。これもね、
本当に人気な時計なんで、なかなか巡り合うことができないんですけど、まあ、僕基本的に、まあ、できるだけ定価に近い値段で最高の状態のものしか買わないようにしてるんですけど、まあ、これは、まあ、たまたまね、また巡り合うことができたので360万だったかな、で購入いたしました。ビビるでしょ、このビビるでしょっていうのは今時計ファンに言ったんですけど、安すぎるんですよね。本当に運よく見つかったので、もう即決で買ったんですけど、ちょっともうスペックというか、なんか見ますか先に。まずパテックフィリップが創業1839年、もう180年近くね昔からある会社なんですね。で、まあ時計メーカーでは数少ない永久修理を掲げており、購入した時計は何年何十年あるいは100年経とうが修理可能としていますっていうことなんですけど、100年経っても直してくれるってかっこよくない？もう100年後ももちろんありますよっていうそのスタンス、最高に活かしてますよね。これをね、100年後も福岡の誰かがね愛用してくれてたらもうすっごい嬉しいんですけど、そんなことも可能にしてしまうのがこの高級時計たちの素晴らしさですよね。で、アクアノートは1997年に発売された、22年ほどしか経っていない比較的新しいモデルだそうですね。このベルトのところはトロピカルバンドっていうらしいですね。ちょっと可愛い名前してますね。コンポジット素材って言って、その非常に強度の高い物質で、まあ、飛行機とかね F1 のボディにも採用されてる素材で、もうこの腕を巻いてくれております。そりゃ高いわって話ですね。なので、まあ、これ多分ベルトだけでまあ5万ぐらいするのかな。まあ、これもアクアノートの、そのアクアノートではまたいろんな種類があるんですけど、これもアクアノートの中で一番ド定番なんじゃないかなっていうものになっておりますね。ド定番が一番かっこいいなって思っちゃうんですよね、やっぱ。とはいえね、もうヒカキンさんの動画見たら、ダイヤってかっこいいのかもなーってくそーって思い出しましたね。宝石ついてるのもかっこいいですよねとか思っちゃったりしつつも、まあまず僕はド定番のやつらを買っております。これもめちゃくちゃどんどん価値上がっていくタイプのやつなんですよね。めちゃくちゃ人気なんで、価格 .com では新品の最安値で719万5千円になってますね。だからまあ僕は本当に買い物上手にこれは買うことができましたね。その当時でも結構安く見つけて、さらにちゃんとねこの数年というか、まあ 1,2 年でここまで価値が上がってますから、まあやっぱそのダイオードのね、パテックフィリップ、ロレックスあたりは人気がねずっと続くんで、ここ数年はもうほんと上がっていく一方ですね。素晴らしい。これこの裏側もちょっと見ておいてほしいですね。裏側もね、これがね眺めちゃうんですよね。裏側がスケルトンになってて、このね気候をちょっと眺めることができるんですよ。これもね本当に素晴らしいですね。カチ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 と動いております。とてもいいアクアノートでございました。次、最後はこちらです。じゃじゃん、ランゲ&ゾーネ。これはですね、結構僕が持ってる時計の中では、まあ通好みって言われる方なのかもしれないですね。一応その腕時計って世界3大ブランドと5大ブランドみたいなのがあるんですけど、3大ブランドはそのさっき言った王様のパテックフィリップ、バシロンコンスタンタン、オーデマピゲっていうね3つがあるんですけど、さらにそれ2つ足した5大ブランドってなると、ブレゲとこのランゲがそこに含まれるんですけど、なのでまあ一応これもねすごい歴史のあるブランドなんですけど、これはドイツなんですよね。時計ってまあ国で言うともうスイス一強なんですよ。この僕が持ってるこっちのねオメガもロレックスもパテックフィリップもスイスなんですけど、ランゲはドイツなんですよね。ドイツ人のランゲさんが作った時計メーカーで、ランゲ&ゾーネっていうのはランゲさんとその息子たちって意味なんですけど、ランゲさんとその息子たちがね培ってきた技術がねここに結集されているわけです。これはランゲ1のムーンフェイズってやつですね。ランゲ1っていうまあ土定番があって、でまあそれのムーンフェイズっていう、この右下にねちょっとおしゃれなブルーのところがあるじゃないですか。ここがなんともうその時の月の満ち欠けがわかるっていう機能になっておりまして、これがもうね非常に使わないんですよ。そんな無駄なところも愛しい、かっこいいじゃないですか。しかもこの黒の文字盤に合うの最高ですよね。月の満ち欠けをね僕が確認することはないんで、ここはね全然調整してないんですけど、いやムーンフェイズの方がかっけえなと思って、これがついてるだけで高くなっちゃうんですけど、ムーンフェイズにしましたね。これは普通に正規店で500万で買いましたね。これも値段上がってんのかな。ランゲ1とか、まあ、多分これはねロレックスとかパテックと比べたらそんなにね誰もが知ってるやつじゃないんで、これをつけてて僕が女の子にすごいランゲじゃんって言われたことなんて一度もないし、あでも上がってるわ。これ定価で500万で買ったんですけど、今定価で548万9000円なんで、まあ50万弱上がっておりますね。これを買ったのは僕は26の時ですね。だからオメガの次はいきなりこれだったんですよ。大学を卒業して、まあ、サラリーマンでね家賃5万のワンルームでね3年間25歳までね、このチャンネル作った時もそこに住んでそういう暮らしをしてたんですけど、その暮らしをやめようっていう
瞬間が25歳の3月だったんですけど、その時にね、まあ自分へのご褒美という形でね、その次の26歳の誕生日に自分にこれを買いました。やっぱ基本はそういう節目とかでね、頑張ったなって言える時とかにね、自分に買ってあげれたら、より思い入れも強くなっていいんじゃないかなって思うんですけど、にしてもね、なかなか巡り合わせがあるんで腕時計って、そうやって買うのも難しいんですけど、これは僕の26歳の誕生日に買うことができました。これもね、何につけてもかっこいいというか、まあでもスーツとかタキシードとかで、ね、つけるとより決まるかなって思いますね。これは革なんで夏は全然つけてなくて、まあ、冬とかだけになっちゃうんですけど、これもね見てられるよね、かっこいいよね、これいいな。出かけてー、時計つけて出かけたくなるな。こんな部屋で時計なんかつけてると、これをつけてるとき結構楽しいお出かけとかしてるときが多いイメージがあるんで、あと友達の結婚式とかね、これをつけてるとなんかやっぱ楽しい思い出が蘇ってくるというか、楽しいことしてってなっちゃいますね。そういう思い出が多い時になっております。ということで以上、ブラーボリョーの4つの時計紹介でございました。こんな感じでね、普段僕はケースに入れてしまってるんですけど、まあこれはね、もうちゃんと監視カメラが一番捉えれる場所に置いてあって、しっかり厳重にしまってあります。 YouTuber って本当あれですよね、物騒というか、割とこうやって自分の持ってるもの出しちゃうし、 SNS とかでね、自分が今どこにいるかとかもツイートしちゃったりするんで、なかなか結構危なっかしいなって思うんですけど、僕はね、大事なものはちゃんとカメラとかをね設置して守るようにしております。はい、サムネになるかな。はい、こんな感じですね。時計って箱もすごいんですよね。高級時計の箱知ってます？バカでかいんですよ。こんなんこんなん。これオメガ。オメガは小さいですね。で、これは緑の。おなじみの人にはおなじみのロレックス。で、これがランゲ。で、この一番でっけえのがパテックですね。でかすぎでしょ。こんな感じで、かっこよくなっています。はい。あ、めっちゃいい匂いする。高い匂いがしますわ。多分これで数十万とかするんじゃないですか。わかんないですけど。こんな感じになっております。まあ、僕が持ってる時計、徹夜とかね、としみつみたいな1000万超えのとんでもないやつとかはないんですけど、まあ、おしゃれな人とかね、時計好きな人からしたら、いいなって言ってもらえるようなものもあるんじゃないでしょうかね。はい。まあ、そんなもんかな。まあ、今回気候とかはね、全然喋ってないんですけど、これ物としても本当に、本当にすごいものだと思うんですよ。精巧な作りで、果てしない歴史がね、詰め込まれてると思うんで、まあ、高くなるのかなと思います。でも、ブランドだから高いってところも多いのかな、正直、とも思いますけどね。でもやっぱりロマンがあるね、最高の嗜好品だと思います。女の子でね、時計つけてる人とかいいでもね、うわかっこいいってめっちゃ思いますね。なのでね、今回初めてね聞く言葉が多かった人もちょっと興味を持っていただけたらいいなと思います。時計好きな人はね、もっと僕にどんどん時計の魅力を教えてください。この子たちはね、僕がずっと狙ってた時計で、それを手に入れたって形なんで、今一旦ね、君たちで僕は十分だよって気持ちもあるんですけど、まあなんだかんだ言ってね、また数年経ったら欲しい時計とかが見つかって探し出すかもしれないんで、ぜひもっとね時計のことについて詳しくなってね、時計の愛を深めたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。